シティオブ・コーパス・クリスティは、アメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の18番艦。艦名は、テキサス州、コーパス・クリスティにちなんで命名された。コーパス・クリスティにちなんだ名を持つ艦としては、タコマ級、フリゲート42番艦以来2隻目であるが、本艦は艦名に唯一、シティオブの説盗時が付けられた艦である。これは、キリストの体を意味する。 コーパスクリスティが官名には不適当だと考える抗議者を考慮したためである。シティオブコーパスクリスティの建造は1973年10月31日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、1979年9月4日に寄港した。1981年4月25日にジョンタワー。 上院議員夫人のライラ夫人によって命名浸水し1983年1月8日に WG ・ジェリー・エリス艦長の指揮下収益する。艦のパッチはコーパス・クリスティ市議会によって主催されたコンテストへの応募作品の中から乗組員が選出した2016年5月30日退役。ありがとうございます。